アルゴスです。好きな人と末永く一緒にいるために必要なことって何だと思いますか？それは相手を思いやる気持ち。結局のところただそれ一強なんだと私は思います。私は人一倍多くの女性とお付き合いをしてきたわけじゃないし、人一倍一人の女性と交際期間を紡いできたわけじゃないです。でも今現在お付き合いをしている中で心から思うこと、それはどれだけ相手を思い、ありのままにその人を受け止めてあげられるかということだと思います。例えば些細なことを例に一つとってみます。自分が几帳面な性格だとして、ある日彼女がお家に遊びに来ました。あ、トイレの電気つけっぱなしだ。あ、車の充電器に使えるシガーソケットの蓋を開けっぱにしてる。本当に些細なこと、ついつい気にしてしまうことありますよね。でもまあ可愛いもんじゃないですか。ここで伝えたいこと、それは法律に反したり人としてのモラルに反したりしてない限りは基本的に全部受け止めてあげましょうということです。指摘することはそれだけでストレスですし、言われる方も当然ストレスです。でもまあ子供ができたら子供には早めのうちにきちんと教育をしてあげましょうね。それは親が子に授ける教育なんで別物です。話がいく分脱線しましたが、要は基本全部受け止めてスルーする、そういう行動も全て大好きだよの精神で参りましょう。恋愛とは全く奥が深いものです。それではまた明日ね。